はい、どうも、コンシェルジュです。あなたの気持ちって今めちゃくちゃざわざわしてると思います。僕も同じ経験あるから完全にわかります。ざわざわしててもう何も手つかないし、頭真っ白、真っ白じゃないですけど、灰色、真っ暗です。曇った感じでドヨーンとしてて、今にも雨とか、雷雨が、雷雨が来るかもしれないっていうこのドキドキ感と、もう実は雷雨終わってんだけどね。もう別れてんだけど。でもいつ雷雨が来るんだろう。また雷雨が来るんだろうか。いつまた怖いことが起きるんだろうか。寂しいことになるんだろうか。悲しいことが起きるんだろうか。どうすればいいんだろう。どっちに行けばいいのかわかんない。何やればいいのかわかんない。とりあえず会社に行かねえとめっちゃやべえってことだけはわかる。クビになるってことだけはわかるから、とりあえず会社に行って仕事的なことはする。でももう心ここにあらずで。混乱、もう大混乱、大混迷の時代。そんな状況にあなたはいます。で、そんなあなたにすごく元気が出る、その混乱を乗り越えるためのまず第一歩を踏み出せるような言葉をプレゼントしたい。はい、英語ですね。 Ask、 尋ねよ、 Not、 尋ねるなですね。聞くな、尋ねるな、考えるなっていうニュアンスですかね。ニュアンス的にはWhat は何、まあ何の何ですよね。あなたの Your country が、Can do することができる、してくれる、あなたの国がですね、あなたのために For you ですね。 For you What your country can do for you ですよ。あなたの国があなたのために何をしてくれるかなんていうことは考えんじゃない。それ考えちゃいけない。じゃあ何を考えればいいのかっていうと、その後に続くんですけど、 Ask、 まあ考えなさいと、尋ねなさいと、What you can do for your country ですよ。お前が、あなたが、あなたの国のために何ができるのか、何ができるのかを自分に問いなさいっていう、考えなさい、尋ねなさいっていう言葉です。で、まとめるとですね、まとめるとっていうか、まあ日本語で簡単にまとめますと、お前が、あえてここお前って言いますね。お前がじゃない、お前の国がお前のために何してくれるんだろうなんてこと考えてんじゃない。そんなこと考えちゃいけない。今そういう時代じゃない。考えるべきなのは、お前が国のために何ができるかってことを考えろ。っていう言葉です。これ誰の言葉かと言いますとですね、ジョン・ F ・ケネディっていうそのアメリカの大統領ですね。ジョン・ F ・ケネディっていうアメリカの大統領が、まあ名前は聞いたことあると思うんですけど、1961年のですね、大統領のその就任演説で、喋った言葉で、めっちゃ有名な言葉です。僕これ落合信彦さんっていう作家がいるんですけど、高校ぐらいの時に読んで、おわ、かっけーって思ったんですけどね。で、まあその、今パッと出てきてですね、あ、そうだって、困ってる人たちって、復縁で悩んでる人たちってこの状況だと、そのすごくこう悩んでて、1961年っていうのは、ちょっと動画引こうかな。でね、このね、ケネディが大統領になって、まあ最終的に殺されるっていうか暗殺されますよね。リー・ハーベイ・オズワルドっていうやつに撃たれたことになってる撃たれたことになってるけど絶対違うっていう状況ですけど、撃たれたことにされてですね、撃たれたことになって、なんかただのその単独犯というか、まあ半分愉快犯みたいな感じのやつにライフルで狙撃されたって、めっちゃ遠いところからっていうことになってるんです。で、まあそんなね、その不思議というか、そのまあ、やや陰謀めいた中、殺されちゃったその大統領がジョン・ F ・ケネディなんですけど、その時代って1961年のぐらいの時って、アメリカ中がですね、アメリカ中っていうか世界中もそうですけど、大変なその混乱の時期にあった頃ですね。で、そのキューバ危機って聞いたことありますけど、あると思うんですけど、アメリカのそのフロリダの下ぐらいにですね、島がありまして、そこにキューバですよ。なんかこうラテンな感じだね。キューバっていう国があったんですけど、そこにですね、当時ソ連、今のロシアですよね。当時ソ連がですね、ガチで核ミサイル持ってこようとしまして。
で、もうそのキューバなんていうのは本当にフロリダ半島の目と鼻の先なんですよ。だからこっから言うと、イメージ的にはまあ、韓国ほど近くないけど、朝鮮半島ほど近くないけど、なんだろう、距離的にどれぐらい？あれ、フロリダとキューバってどれぐらい？日本と台湾ぐらいかな。結構近めな位置にある島なんだけど、ここがですね、完全にその革命でひっくり返っちゃって、ソ連側に、雰囲気ソ連側につくんですよ。厳密にはその突き切ってはないんですけど、その、キューバっていう国がアメリカのその、要は経済的な、その支配から逃れるために、一時的にソ連に近づくんですよね。で、その、アメリカにとってソ連ってまあ天敵でさ、東西冷戦って言いましたけど、その島、その目と鼻の先の島にね、そのソ連がここぞとばかりに、核ミサイルを持ってこようとしたんですよ。で、世界でめっちゃ緊張が高まったっていう時代でもあり、その辺の、この辺の、何年かちょっと忘れちゃったんですけど、この辺の時代の話なんですよね。で、大統領に就任してからの話ですね。で、この後、実際、また別のところでは、今度、ベトナム戦争が始まるんですよ、そろそろ。そろそろベトナム戦争が始まって、そこから10年間、アメリカはベトナムで泥沼で戦って負けていく形になるんですけど、あとは、キング牧師とかの時代ですよね。I have a dream ですよ。キング牧師とかで、その黒人のね、公民権運動とかが高まってきて、アメリカの白人たちが、はぁ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 ってなってる時。ね。アメリカの白人たちが、マジかーっていう。黒人って白人と一緒になるのか、これからっていう感じですよ。そういう時代で、もうまさにその混迷が混迷を極めて、もうどっち行ったらいいのかわからない。何が正しいのかわからない。もう、しかも怖い。不安。そういう時代がこの時です。この時にケネディさんはこうやって言ったわけですよ。いいかいって、この状態において、この国が確かにその、まあ、この国っていうのは国民を守るためのものだけどもってニュアンスですよね。でも、今この状態、この混迷の状態において、その、他人がですよ、国があなたのために、俺のために何してくれるんだろうな、国がっていうことを考えてる場合じゃないよっていう。あなたが、国のために、みんなのために何できるか、何を犠牲にできるか、それを考えろと。国がお前らのことを守ってる場合じゃない。そういう時代じゃない。そういうレベルの話になってない、今。もっとやばい状態なんだから。国民一人一人が、みんなのために、聞いては国のために何できるか、お前らが考えて、お前らが国のために何かやれっていう。そこまで言わなきゃならない時代です。ね。で、思い起こせば、僕もその、すごい、まあ恋愛でね、大失恋、あなたと一緒ですよ。あなたも大失恋だと思うし、僕も大失恋だったと思いますけど、それをやって、苦しんでた時代ってこれ。で、その、相談者さんの中に、これ最初に若干聞いてくる方がいるんですよね。自分磨きとかすごく頑張っていろいろやるんですけど、なんかその、だんだん、これって何につながるんだろうって思うんですよ。これ本当に復縁につながってるんだろうか。今自分がやってることは、本当に結果につながるものなんだろうかっていう、不安に駆られちゃって足を止めちゃう人がいます。で、これに関しては僕も、その、絶対につながるっていうか、まあ、そうだね。将来的には確実につながることは断言はできますけど、どの程度つながるかは分かんないですからね。それ確実に将来的にこうつながっていくもの、こうリンクしていって、何かこう化学反応を起こして復縁につながっていくことなんですけど、じゃあそれが明日つながるかったらつながらないと思うし、またその、頑張って頑張って頑張っても、何か別のことやって初めてつながるっていう可能性があるものかもしれないし、それはね、僕自身も断言はできないんですけど、つながるはつながるんですよ、必ず。で、その時に考えてほしいのが、これは、この努力は、復縁につながるんでしょうかっていうことは、アスクノットです。ドントアスクですよ。そこ問うところじゃないです。そこ考えるところじゃないです。もちろん僕に聞いてもいいですよ。聞いてもいいです。僕は、もちろんその、まあ、意をいただいてますから、もちろん聞いてもいいんですけど、僕は多分こうやってアドバイスすると思うんですよね。それを、何につながるのか考えるな。何につながるんだろうか。それってなんか結構その、他力本願な感じになってない？何につながるんだろうか、本当につながるんだろうか、
大丈夫なんだろうか、大丈夫にするかしないかはあなたの決意の問題です。なので何につながるんだろうかって考えるんじゃなくて、何につなげるのかをあなたが考えるんですよ、うん、ね。で、僕もこれはその日々人生生きていく中で考えてること、何につながるのかなんて分かんないですよ、うん、でもつながる可能性のあるものを全部やる、その上で考えてつなげていくんです。それやってるから、例えば7年間とか8年間とか動画のネタが切れないじゃないですか、うん、切れたことがない、ずっと考えてるからです。何につながるんだろうか、これやっても何かにつながるんだろうかね。この映画見て何かそのみんなにね、あなたに役立つようなことあるんだろうか、うん、考えない、見る、うん、なんか恋愛の有名な映画とかやってる、見る、うん、つながるかどうかなんて考えない、見てからつなげるように考えるんです、ね、だから僕は動画ずっと出してますでしょ、うん、考えてるからね、つなげてるんです、自分で。つながるんだろうかなんて考えないです。僕の意思によって、いろんなものをどんどんその経験して、何がつながるのか分かんない状態で経験してですね、でその頭に溜まってくる経験、ノウハウ、知識とか、その情報とかをつなげるように頑張って考えてる。だから子供の話だってちょくちょく出しますでしょ。子育てももちろん一生懸命しながらつながるように考えてる、うん、子供には申し訳ないけど子育てしながら復縁のこと考えてる、うん、で無理くりつなげてるんです。あ、ここってもしかしてこういうことかもとか、例えばこの話だってそうじゃないですか。あのね、あの世界広しといえどもっていうか日本広しといえどもですね、復縁の話とそのケネディのこのね、あの就任演説めっちゃ有名な、これをつなげて言ったやつなんて俺ぐらいしかいねえんじゃねえかと思いますよ、うん、つなげて考えるのは自分の責任なんですよ、うん、だからこの混迷の時代、1960年代の混迷にあります、あなたの心はまさに、うん、そのもうこの辺心臓ドキドキするでしょ、別れて振られてさ、辛いでしょ、キューってなるでしょ、ここに核ミサイルあんじゃん、そのここがフロリダ半島で、ね、ここがじゃあこの顎がフロリダ半島で、この顎の下の溝落ちぐらいの位置にキューバがあってね、そこに核ミサイル持ってこようとしてるんですよ、ソ連が。そのドキドキ感もうやばいね、撃ったら即着弾ですよ、その距離ですよ、うん、でそのやばいやばいってなってる時代、その他にもいろんな問題が噴出してる時代、そんなもうぐちゃぐちゃな時代とあなたの心一緒です。そんな時代には誰かが何かしてくれるんだろうか。もちろん僕はサポートしますよ。お申し込みしていただいたお客さんに関しては何かもちろんそのサポートしますし、ネット復縁工作とかもやるし、ご相談とかも乗りますよ。でも重要なのは、例えばその僕のアドバイスとかも全部含めて、何につながるんだろうかじゃないんですよ。何につなげるのか考えるのがあなたの仕事です。で僕ももちろんサポートします。これとこれってつながってこうやって、こう考えればいいんじゃないですかねって、僕もその強力に支援しますよ。それこそ同盟国ですからね、同盟国なんでちゃんとその支援しますよ、支援しますけど、でも究極今辛い状態で心に核ミサイル突きつけられて、もうドキ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 ってして、その元カノ元カレのツイッター見たい、フェイスブック見たい、インスタグラム見たい、下手したら会社に行きたい、家に行きたい、下手したら実家に乗り込みたい、実家の住所知ってるしってなってる、この核ミサイル突きつけられてるその恐怖でわな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 してるあなたがやらなければならないことはこれです、ね、うん、周りの人が、うん、周りの人がというか、まあそうだね、周りの人別に関係ないかこの努力が何につながるんでしょうかっていうことを考えるな、うん、この努力を何につなげるのかをあなた自身が自らに問いなさい、うん、ね、一緒です。誰かが何かしてくれるかな、それはアスクノットだよと、うん、で考えるべきなのはあなたが、優雅ですよ、優雅あなたの国のために、まあその復縁を実現させるために何ができるか、要はいろんな情報をどうつなげてどう行動するかをあなたが決めて考えること、ね、深いというか、まあ、あーってなるでしょう。その通りです。頑張っていきましょうね。
今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。